こんにちは。僕がシュートを外しまくったせいで、決勝トーナメント1回戦の相手がフランスになってしまいました。ですが、首位通過でも3位通過でもオランダかイングランドなので、許してください。ロメル・ルカクです。加藤です。ということで本日はね、メジャーズは全1リーグのお話なんですけど本日はね、まあ、皆さん、昨日のね、夜、夜の結構遅い時間にね、とある、あの、J リーグのその遺跡のね、報道の噂アカウントからね、 結構衝撃的な報道がありまして、あの、まあまあそんなに、あの、新潟、札幌界隈では話題になってない、話題になってるんかもしんないけど、流されてる状況なんでね。うん。でもまあここね、俺が深掘りしていこうかなと思ってるんだけど、まあそのね、早速情報を言いますと、アビスパ福岡にす、あの、所属する、コン和カズヤがね、札幌、新潟、横浜 F マリノスが狙っており、 なんと、新潟が条件面でリードをしていると、うん、いう報道というか、あの、ツイートがね、え、ありまして、これについて思うことは、あの、新潟サポ、まあ、9割、9割型信じれないよね <laughs>。普通に考えて。まあさ、あの、福岡ね、結構、ね、昨日も F マリノスに勝ってたし、最近、割と好調じゃん。あの、序盤戦は割と、 あの、そんなでもなかったんだけど、まあ、結構ザヘリーがね、加入してから、あの、調子上がってきたかなっていう印象で。ザヘリーが退場した期間とかはさ、割と福岡勝ててなかったし、うん。で、最近、ザヘリー戻ってきて、結構、好調なのよ。うん。そこのね、主力、うん、超主力級の選手が、あの、下のね、16位に沈む新潟に移籍するとはさ、 まあ普通に考えて思えないじゃん。<laughs> 普通に考えたらね。うん、あの、例えばさ、今度がね、なんかやらかしたとかさ、福岡でなんかやらかして、そのクビになったとか、例えばなんかチームメイトとあんま仲良くないとか、やってるサッカーが面白くないとか、うん、そういうのだったらまだわかるんだけど、まあそういう感じもまあしないやん。今度ってまあね、あの、みんなわかると思うんだけど、結構ね、体もちっちゃくてさ、161センチぐらいしかない。 さあの、結構可愛がられるキャラじゃん。コンちゃん、コンちゃんって言われてさ。うん。まあそんな選手がね、新潟がね、オファー出して、条件面でリードしてると。まあ、そんなことがあり得るはずがないと。うん。まあ、みんな思ってると思うんだけど、僕も、あり得るはずがないと思ってる。<laughs> 普通に考えてね。うん。そもそもね、まあ、あの、唯一ね、言えるとしたら、あの、コンのね、F 島にいたじゃん、前。 F 等から、法政大学から F 等入って、F 等から福岡行ってるから、あの、F 等の時にね、あの、アルベルさん、アルベル監督と、あのー、一緒にやってるわけなんだよね。うん。で、アルベル監督も割と今度のこと信用して、あの、ずっとスタメンではないんだけど、途中出場とか、あの、結構スーパーサブとかで使ったりも、えーし、してるから、うん、だから、アルベルさん、 と、まあ、新潟の繋がりっていうのはちょっとあれなんだけど、まあ、やってるサッカーはさ、あの、まあ、まあ、あの、種の部分では似てるんだけど、あの、結構ま、変わってる部分もあるじゃん。今、今と、今と、あの、アルベルさんの時のサッカーね。うん。結構主は一緒かもしんないけど、変わってる部分もあって、うん。でも、まあ、ある、今度が、もしそのアルベルさんのサッカーを気に入ってて、で、新潟からオファー来た。新潟は、まあ、アルベルさんが作ったチームだ。っていう認識があれば、ワンチャン可能性はあるのかなっていう感じも、 しななくもないけど、ねうん、まあ、でもさ、あれだよね、やっぱ福岡もね、そんなに資金力の面ではめちゃくちゃあるかって言ったらそこまでないんだよ。まあに、新潟が言えることじゃないけど、新潟のね、あの、新潟よりは全然あるとは思うんだけどね。うん。だから、まあ、これに関しては本当に9割方嘘だ、嘘だとは思うし、全く期待はしてないんだけど、まあ、今度がいたら夢があるよねっていう、 感じで、まあ、この動画を回してるんだよ。僕はね <laughs>。で、今度がいたらなんで夢があるかって言ったら、やっぱりね、右サイドをね、今度は左利きの右ウィンガーだから、うん、やっぱ活性化できるし、そのボール回しとね、あの、ポゼッションとかの面でも今度は全然、あの、全然苦じゃないと思うし、なんなら今やってる福岡のサッカーはさ、割と引いてって感じなんだけど、まあ、今度はね、やっぱ意外にスペースがあった方がやりやすいなっていう感じも、 してるから。うん。だから、結構福岡そうなってくると、カウンター、ね、なってくるじゃん。うん。で、カウンターの場面だってやっぱスペースはできてくるわけだし、今もうすごくやりやすそうに見えるんだけど、そのボールを握った時の、あの、今ノっていうのもすごく魅力のある選手で。うん。いや、彼はね、結構素晴らしい選手で、本当に。東京の時からそうだけど。まあ、法政大学の時はね、あの、法政のメッシーって言われてたしね。 今26か。今年27の年だから、あの、上田安の1個下。うん、だね。だ長谷川元樹の、うんあ、違う、は上田安の1個上だ。上田安の1個上で、長谷川元樹の1個上でもあるんだ。だから長谷川元樹の先輩なんだよね。うん。そういうつながりも一応ある、あるみたいだね。うん。で、一応ね、今シーズンもビッグスワンでゴール決めてるし、去年のね、 去年もビッグスワンでゴール決めてるんだよ。うん。<laughs> だから結構、新潟キラーって新潟キラーに2年連続で決めてるから、だからそういう選手を取れるんだったらすごく面白いなとは思う。まあ、栄太郎がね、栄、うん、太郎ね、今シーズンであの、延長、延長じゃねえや、レンタル3年目だから、結構来年どうなるかっていうのはあると思うんだよ。まあ、マリノスに戻るのか、新潟が完全で取るのか、まあ、また、あの他のチームに行くのか、うん。 結構重要になってくると思ってて。で、そうなると右サイドは結構手薄になってくるっちゃ手薄になるんだよね。うん。だそういうとこで、あの、まあ、ダニーロがね、一応両ウィングできて左利きってのがあるんだけど、ま、コンのみたいに喫水の、あの、左利き、右ウィンガーがいてくれることで、結構、あのー、強くなるのかなとは思うよね。だソーヤとコンのカズヤの、うん、右サイドって結構夢あるやん。うん。ソーヤも相当ね、気使える選手だし、 今度も全然それに合わせていけるような、あの、サッカー IQ ってのすごく高い選手だから。全然今度なんかスピードだけとかさ、あの、足、足元だけみたいな感じじゃないからね。うん、ドリブルももちろんそうだし、まあスピードもあるし、うん。だからサッカー IQ とかも結構高い。ポジショニングとかもね、相手の嫌なとこ嫌なとこで、あの、受ける、受けて、やっぱ縦でもよ、縦にでもカットインでも、あの、相手はいけるし。だからすごくね、あの、嫌な選手であるからね。 だそういう面で、あの、噂アカウントを信じる、あの、わけじゃないんだけど、撮れたら、すごく、俺は嬉しい。普通にユニフォーム買うレベルだね。うん、今度は。まあ、そんな感じでね、言わしてもらったんだけど、いやね、結構、米本とかね、京都行ったりさ、日田り央くんとか、あの、浦和レッツ行ったり、あの、岩尾か。岩尾も徳島戻ったり、結構その、夏のね、 移籍市場がなかなか騒ぎ始めてる、えー、時だし、新潟もね、あの、さすがに、まあ、二人ぐらいはね、個人的に取ると思うんだよ。うん。だからまあ、誰取るかっていうのはね、結構これから記事が出ると思うし。 うん、まあ、急に発表っていうのもあるかもしんないけどで。そういうとこはね、結構、あのー、楽しみな面ではあるよね。うん。だから結構、補強はね、絶対しなきゃいけないと思うし、その、怪我人の復帰が、あの、最大の補強だとか言ってる場合じゃないから、普通に16位っていう順位は、さすに危機感持った方がいいと思うし、うん。厳しいってって思うから、<laughs> 危機感2期ね、うん。って思うから、ま、さすがにね、補強、まあ、今度じゃなくても、普通に補強をね、あの、お願いしたいなと。 思っておりますと以上、加藤でした。ということで、チャンネル登録よろしくね。